おかえりなさい。牛久の情報を手探りで発信、ちゃんみよ CB。CB?CB? ちゃんみよ TV。すごい間違いした。機械のちゃんみよ。はい、今日は火曜日ということで、ミカチューズデー、小杉ミカです。ミカチューです。よろしくお願いします。今日は10月の8日の火曜日でございます。すごいですよ。今日は第333回目。なんと。イエーイ。すごい。なんか縁起が良さそう。ね、なんかいいことがあるんじゃないかしらって思うんですけどもね。はい。あっという間に333回目。でも今日は特に何もないのかな。でも素敵なゲストさんがそうですねいらっしゃってますのでね、楽しみにしてまいりたいと思いますけれどもね、早速始めていきますか。はい、この番組どうしてできたか、みかち知ってる？家族の日。そうそう、地域と家族の絆をね深めていきましょうという、そんな家族の日を進めていきたいなと思って、地域と家族の絆を深めるために作っておりますので、皆さんもぜひぜひねチェックしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速始めますか。早速パパパパッと本日もスタジオはエスカードプラザさんより配信しております。直結でございますので、こちらで始めております。コメントなどもお待ちしておりますので、ソーシャルストリームの方でコメントいただくか、あとはそうですね、ツイッターでハッシュタグでちゃんみよ TV と入れていただいてコメントをしていただければ、返事というか、こうやって拾うのでね。待ってます。待ってます。はい、じゃあ今コメント来てるか確認してみましょう。コメントはね、来てないです、まだ。ちょっと早いからな。ちょっとね、皆さんぜひぜひコメントをして、ぜひお待ちしておりますでございます。じゃあ、早速いっちゃいますか？いっちゃいますか。じゃあ本日のラインナップご説明しましょう。本日は、この後、牛乳をいつも通りお届けいたしまして、その後、で、CM 挟んでいつものハートのほっぺでやって、牛久ラブをやって、で、いいのかなゲストさんをご紹介して、牛久トレンドでご紹介した後に○○○シェアをやっていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。暑いので、暑いですね。帽子とね、マフラーなんていうのしてきたんですけども、ちょっとやめときます。はい、じゃあ早速牛乳から参りましょうか。牛乳でございます。じゃじゃーん。ちゃんみよさんの準備が、はい、よいしょ。危ないはい、危ない。では本日も行ってしまいましょうか。ちゃんみよ TV 調査班さんから牛乳のニュース届いてますからね。まずは市のホームページからですね。はい、牛久市のホームページからのご紹介。9月の子育て広場ということで、気になる内容を見ていきましょう。こちらですね、児童福祉課のブログ、9月の子育て広場からご紹介していきたいんですけれども、なんとコスモスいっぱいの中、動物列車が楽しそうに出発進行という、そんなワクワクするですね、ブログなのかな。すくすく広場ギャラリー、9月の美味しそうなぶどうさん、そしてカラフルなぶどうの中、トンボも楽しそうに飛んでいますね。どのぶどうを食べようかなとか、写真あるかしら。写真あります。あ、これ歌詞なのかと思った。歌のこれはね、歌の歌詞じゃないんだと思う。すごいなんか可愛く書いてあるから、これだな。はい、そうですね、すくすく広場っていうふうに、じゃあちょっと記事に戻ってもらって、こんな感じで9月生まれのお誕生会をやったりとか、あとはですね、紙芝居大会なんて、紙芝居隊が来て紙芝居をお話ししてくれたりとかですね、そんな取り組みじゃないですね、子育て広場がありましたと。こちらね、牛久市には上柏原のすくすく広場、そして女化町ののびのび広場という2つの子育て広場があります。この子育て広場っていうのは何か知ってる？わかんないです。ですね、これは牛久市内に住んでいる就学前の、子供たちですね、小学校入る前の子供たちを対象に、保護者の皆様の責任のもと、お子さんと一緒に楽しんで遊びましょうという、そんなですね、場所なんですけれども、予約の必要はありません。はい、で、開館時間内であれば自由に手配することが可能です。はい、で子どもたちにとっても保護者の方々にとってもお友達作りの場になっておりますと。はい、で親子と親子をねつなぐために、またそしてねこの子育ての相談の相手としてもね、こうアドバイザーなんかがいらっしゃったりとか、心強い取り組みですねっていうのが1つ目の牛乳でした。はい、それで2つ目の牛乳に参りましょう。2つ目の牛乳は観光協会さんの Facebook からですね。こちらはどんなニュースなのかしら？こちらですね。はい、では早速ご紹介しましょう。昨日ですね、10月の7日の月曜日にドラマの撮影が、なんと牛久市内で行われました。エキストラとして大勢の何だと思う？女子高生。はい、そうです。女子高生が登場していました。ですけどこんなにね女子高生いっぱいいたらもう出しちゃい何事だって感じですよね。そうですよね。みんな学校サボって何やってんだっていう風に。そして撮影中ってことは動いてないですからね。その待ち時間とかすごい雰囲気。そうなんですけどこれねみんなねこう学校サボってきてるわけじゃなくって、まあ数年前に高校を卒業されてそれで事務所に所属しているまあ女の子たちがね登場したというそんなまあお写真紹介してるんですけれども。こう何の収録ですかね。ドラマっていうのはまあ何ですかねちょっと気になりますけど、ね、まあ放送のね情報が解禁したらちょっと見たいですよね。これ美味しくなんだってなりますよね。そう、まあこういろんなね数多くテレビや映画に出演しているミカチュウから演技のアドバイスをということですけれども全然出てないですよ。なんかもっと出たいですよ。先日も映画の紹介ありましたけどもね。なんかでもあの映画のその時も話しましたけど完全にアドリブですからね。あれノリでしかやってないですからね。じゃあ女優ミカチュウのなんだよ演技講座いや私に聞くのおかしい。スペースクローラーさんにお願いしましょう。そうですねスペースクローラーさんにお願いしましょうね。まあでもアドリブがいいということでした。はい、よくわかんないけど。はい、じゃあどいなかさん、はい、おはこんばんちやとおかえりなさい。ドクタースランプあられちゃん世代ですかね。作業しながらこそっと見てますとありがとうでございます。んちゃはい。じゃあ次行きましょうか。はい。はい。そして次3つ目の記事でございます。これ私読んでいいですか？これまあいいか。私の画面でねなんかねシャンミュー TV 見れてないのよね今。配信できてますか？多分配信できてるんだけどね。こっちでなんかね今見れた。はい。チャンミョンさんのパソコンはちょっと失礼しました。はい。じゃあ続いてのニュースを。3つ目の記事でございます。ミカチューズで読んでみましょう。ミカチューズで毎日新聞さんからの記事をご紹介いたします。県内外15店が出店ラーメンフェスタという記事でございます。ラーメンフェスタ？あれ？今日はちょっとね。先週もゲストさんいらっしゃいましたけれども、はい、つくばで12日から14日という記事でございます。読んでいきます。県内外の有名店15店が出店するつくばラーメンフェスタ2013が12日から14日つくば市役所西駐車場の特設会場で開催されます。つくば市内の有名店キエモンですね、など県内8店舗と東京、新潟、富山、長野から7店舗が出店いたします。当フェスタの猪瀬実行委員長、先日出ていただきましたね。今日はやっぱ来ちゃうかな。今日もねもしかしたらねやっぱねなんかラーメンの匂いするからもしかしたら誰か来るかもしれない。持ってくるんですか？猪瀬会長ですね。では実行委員長ですね。まあ昨年は3日間の来場者が8万人だったんですね。で今年は9万人を目指していきたいと意気込んでいると。1万人も増えるんですか？そこは目指していきましょう。はい。つくば市内にはですねラーメン店が軒を連ねるラーメン街道ですね。そんなのがあるんですね。あることから市の商工会の青年部の方々がラーメンによる町おこしを目指して企画をしたということなんですけれどもこのイベントですね。で期間中は各店フェスタ限定今回の限定のラーメンを提供するお店もありまして先週もねいろいろお話聞きましたけども富山ブラックでラーメンで知られる麺屋いろはさんですね。私去年食べました。本当ですか？美味しかったですか？美味しかった。やっぱ富山ブラックってよく来ますもんね。中華の鉄人と言われているあの有名な陳慶一さんと共に考案したラーメンを提供するっていうことなんですけどもちょっとコラボはね楽しみですよね。で今回去年もかな、まあラーメンは1杯700円、700円で3日間で4万食程度用意するっていうことなんですけれども、で会場ではステージイベントも行いまして、そのイベント問い合わせ先ですね、実行委員の方がお電話番号はですね029-879-8200。はい、数字が分かって大丈夫。はい、こちらですね。そういう記事でございます。はい。いやー、美味しいニュースが届きましたけれども、ラーメン食べたくなっちゃった。ラーメン食べたいですね。そちらも写真あった。これチラシ。ドン。はい、つくばラーメンフェスタ2013ですね。あ、美味しそうなラーメンなんですけど。食べたーい。今年も開催決定ということで。今週ですもんね、いよいよね。ああ、ちょっとここら辺サクッといってきますか。じゃあ次の記事いっちゃいますか。次の記事参りましょう。はい、はい、続いての記事は4つ目の記事でございますね。はい、はい、早速ご紹介していきましょう。よいしょ。はい、続いてはですね、こちらははいヘルスロードの新たな発見、あなたが作るヘルスロードパンフレットというですね、こちら古保牛久さんの記事でございますかね。早速見ていきましょう。茨城ヘルスロードっていうのがあるんですよ。へー、初めて聞きました。初めて聞いた。これね、茨城ヘルスロードっていうのは、まあ、身近な場所でも誰もが気軽に歩いて自然や文化に触れ、そしてふるさとの魅力の再発見と、あと健康をね、健康の増進にチャレンジするウォーキングコースのことなんだそうです。はい、で茨城県でもね、このね、まあ、整備を進めているそうで、牛久市内には9つのコースが指定されているっていうことなんです。はい、まだね、こう行ったことない方ね、一緒にこうヘルスロードの魅力を発見してくれる方募集してますよっていうことなので、ぜひぜひこの機会にですね、ご応募いただきたいと思います。はい、で募集のね、あ、これね、どんなヘルスロードの魅力を発見してくれる方だ。で、一緒に発見したりして魅力を、情報を提供してくれる人と、あとヘルスロードの魅力を一緒に発見してくれるから2つ募集してるんですね。なるほど。はい。で申し込み方法については、まあ、それぞれですね、窓口の方にご連絡する形になると思いますけれども、まあ、これねちょっと記事というか、まあ、こういう形で見づらいかな、この地図ですね、ご紹介してるんですけど見づらいかもしれない、ちょっと大きさが。これはまあ何が書かれてる記事なのかがね、私には見えないのが見えないかもしれないな、これ。これはヘルスロードの地図が書かれているのかな。そうです。はい。わかりにくい。そんなことを言わないの、ミカチュウ。じゃあ私の画像ミスですね、今の。いやいや、そんなことないですよ。じゃあというわけで今ちょっとだけご紹介しましたけれども、まあね、他にもねいろいろなね、紹介するべきところがあったような気がするんですが、まあ牛久市内にはいろんなコースがあるので、ぜひ皆さんもね行ってみてはいかがでしょうか。ということで続いて県内コースについては県のホームページからダウンロードできるので、さっきのやつかな、多分ダウンロードしたあれがダウンロードできるのかな、そういうこと、そういうことかな、そういうことでいいですか。いいよ。次行きましょう。次行きましょう。神尾先生がもしかしたらそのうち厳しくチェックしますからね。ミカチュウ、あれだよ、留年だよ。どういう授業ですか。いかんですよ、ちゃんとニュースを読めるようにならなきゃ。5つ目かな。はい、5つ目の記事をご紹介しましょうね。はい、じゃあ早速参りましょう。5つ目は小中学校からのお便りということで、牛久市の教育委員会さんからですね、情報提供いただいております。いつもありがとうしくでございます。本日はですね、牛久小、牛久二小、日立の牛久小の3つの小学校をご紹介したいと思います。はい、まずは10月の4日の牛久小の記事でございます。夢に向かってということで、6年生の、はいはい、どうぞどうぞ。これ、こちらですね。皆さん何をやってんのかな？パソコンですかね。授業って。ねえ。子供たちの将来の夢を聞いてみると、野球選手やサッカー選手、そして宇宙飛行士やパイロットにキャビンアテンダント、医師、看護師、科学者、女優、お花屋さん、ケーキ屋さん、かわいい学校の先生など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 、たくさんの夢に溢れていたそうなんです。で、なんか総合的な学習の時間っていうのがあるらしくて、夢に向かってというテーマで自分のね、興味関心に応じて、まあいろいろな職業を調べていたというそんな記事でございます。で、先生からの一言、子供たちの夢の実現を期待し応援していきたいですというね、もう先生好きなんだろうね、子供がね大好きなんでしょうね。という牛久翔さんの記事をご紹介しました。はい、じゃあ続いての記事いきましょうね。続いて牛久翔さんの記事でございます。10月8日稲掛けということで写真変えてみましょうかね。はいはーい、こちらだそうでね。はーい、稲掛け、これはこのワード知ってる？知らない。あ、知ってる、見たことある。本当？じゃあ早速記事を見ていきたいと思います。はい、5年生が収穫した稲を青空の下で干しているっていうこの写真なんですね。で、まあ、この日10月8日、明日は台風の影響が心配なので、はい、夕方には取り込めますと。明日は台風の影響が。明日台風来るんですか？牛乳にあったんじゃない？じゃあちょっとそのね、最後の牛乳もちょっとちゃんと聞きましょう。はい。まあそんな感じで夕方には取り込むと。ライスパーティーが楽しみですという、そんなね。ライスパーティー。米の祭りまあそのまんまですよね。楽しみですというそんな記事でした。続いてですね、3つ目は日立の牛久小学校の記事でございます。なんか子供たちがいろいろと楽しそうに何かやってますけれども、これはね1年生の親子学習会だそうです。1年生は7日にですね親子学習会に参加しました。学習会では久保田正人さんという方を招きしまして、親子工作教室っていうのが開催されたと。で、紙とハサミ、テープといった身近なものを使って楽しく遊ぶことができるおもちゃを作りましたということでね、子どもたち真剣に工作に取り組み、その後作ったおもちゃで楽しく遊ぶことができましたと。本日は平日の中、多くの保護者の方にご参加いただきました。ご協力ありがとうございましたという、そんなですね日立の牛久小学校さんの記事をご紹介させていただきました。なんかこうやっぱり中学校のねニュースを聞くとほんわかとした気分になっていいのではないですかね。なかなかね接することがないからこそこういう情報をね聞けると嬉しいですね。じゃあ続いての牛乳じゃなくて牛天ですね。明日は10月の9日水曜日のお天気をご紹介いたします。はい、ですね、夜から朝ぐらいまで曇り、はい、からの朝9時以降晴れ、日中晴れかな。そしたらすげえ晴れ、そのままずっと晴れですね。みかちん、猛暑になってるよ。猛暑になってる？猛暑までいかない？猛暑までいかない。そっちですね。はい、こっちの晴れですね。でございます。で、最高気温がですね27度、暑くなりますね。で、最低気温が20度となっております。今日も暑かったですけれども、暑いですね。暑いですね。まあでも天気の心配はまだ大丈夫そうだね。そうですね。ちょっと今週末は晴れてほしいですね。でも台風近づいてるみたいだけど、明日のお天気はとりあえず晴れてるみたいですかね。やだ。というわけで以上牛乳でございました。どどーん。シャッキーン。帽子も取っちゃって。はい。取っ。いや、なんか髪の毛がさ、はい。帽子。寝起きみたいですよ。じゃあやめとこう。いや、いつものこと。いつものこと言われた。はい。じゃあ CM いっちゃいましょう。はい。じゃあ一旦 CM です。でございます。どれだあった。はい、どーん。ということで、チャミオ TV の CM 流しましたけれども、その間にコメントを確認していたらですね、なんか驚くべきコメントが届いてるんですけども、早速見てみますね。まずは最初に土井中さんからのコメントにしましょうか。チャンミオさんもつくばラーメンフェス来るんだろうな、ニヤッと。ニヤッ。チャンミオちょっとね、別件の仕事がいくつか入っておりまして。お忙しい。でも、12日は行けるかな。私も行こうかなって言っとく。はい、っていう感じです。そしてですね、どうだかさん、小田掛け、懐かしい。昔やってたし、上から落ちた経験、あれ、小田掛けって読むんですか？あれ、稲掛けじゃなくて。この辺では小田掛けって言うんだよ。小田掛けというらしいです。はい、ありがとうございます。そしてね、新02さん。漢字の読めない妹がいつもお世話になっております。お兄ちゃん！本当の？お兄ちゃん。お兄ちゃん！やった！お兄ちゃん！中兄です。中兄来ましたね。中兄来ましたね。いつもお世話になっております。お世話になっております。今度漢字の勉強教えてください。漢字をね、もうちょっと読めるようにお互い頑張りたいですね。そしてね、最近ちょっとね、慣れてきたのか、ちょっとね、まあ後であれですけども、まあいいですね。しごいていきたいと思いますので、お兄ちゃんもちゃん兄もぜひよろしくお願いします。寂しいって言ってますよ。はい、ということでじゃあ続いてのいっちゃいますか。あ、違う、あれハートのほっぺを流します。じゃあハートのほっぺ流してるので準備しましょう。じゃあハートのほっぺルシクラブです。どうぞ。ルシクラミラコは何ですか？カッパです。はい、ありがとうルシクです。ルシクの魅力は何ですか？景色がいいところ。あい、手振って。はい、ありがとうルシク。ルシクの魅力は何ですか？みらい保育園が綺麗です。はい、ありがとうルシク。ルシクの魅力は何ですか？ルシクの街が大好きです。手振って。はい、オッケー。ありがとうルシク。はい、ありがとう、牛久。牛久の魅力は何ですか？仲良しだな。はい、いきなり来ちゃった。あれ、素敵なメンズのお二人いらっしゃいますけれども、改めましてご紹介したいと思います。本日のスペシャルゲストでございます。どこからちゃんみよが。本日のスペシャルゲスト、牛久トレンドということでね、先週も登場していただいたんですけれども、つくばで開催されますつくばラーメンフェスタ2013の実行委員さんに登場していただきました。ありがとうございます。じゃあ最初にですね、簡単にやっぱりね、自己紹介から始まるのがちゃんみよ TV のルールですので、じゃあ自己紹介は2回目ですがお願いします。先週に引き続きまして、つくばラーメンフェスタ2013の告知になってきました。つくばラーメンフェスタ2013実行委員長の猪瀬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、新聞記事にも載ってましたよ。ありがとうございます。はい、読ませていただきました。よろしくお願いします。初登場でございます。はい、初登場です。先週は出なかったんですが、つくばラーメンフェスタの実行委員をやらせてもらってます宮川です。宮川さん、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。あれ、今回先週に引き続いてですけれども、言い足りなかったですか？言い足りなかったですか？後から言いたいことがいっぱい出てきて、このリベンジに今日はやってまいりました。リベンジということなのでね、じゃあ負けずに私たちも元気いっぱいいきましょうか。前回よりもさらにいろんなことに突っ込もうと思いますので、よろしくお願いいたします。今週末に迫りましたけれども、今週末にこのラーメンフェスタ2013どうですか、今の状況は。まあもう今日から準備始まりまして、会場の方着々ともう明日から本格的には本当にもうどんどんできますよね。本当台風だけ心配ですね。お天気ってどうなんですか？牛天って次の日の天気しか知らないので、今週末どうですか？今週末は多分大丈夫です。大丈夫です。晴れます。晴れます。大丈夫です。絶対。よかった。雨でも行く。はい。雨で。いや雨天では。雨天結構です。結構だと。で去年は雨降っちゃったんですよね。雨。初日と2日目が半分ぐらい雨でした。でも去年は8 8万人の方が来場されて、もしこれが晴れたらもっとすごいことに10見れますかね。お、10万見えてきた。いっちゃいますか。でもだって前回去年は2日間で8万人ですよね。3日間で8万人。失礼しました。でも皆さんテレビ大事ですもんね。あれ野外だからね。だいぶ影響されますね。雨の中だと大丈夫なんですか？でも大丈夫です。皆さん傘を持ってご来場いただいて。そっか。傘の下でラーメン食べる。そうですね。あいあい傘でラーメン。テントも用意してますんで。飲食店ともありますんで大丈夫です。はい。その心配はしなくていいということで、ちょっとね、じゃあ早速いろいろと質問をしていきたいと思いますけれども、なんかここだけは言いたいみたいなのあったりするんですか？ここだけ。お二方。はい。この前もコラボのラーメン、さっきもね話していただいた部分なんですけど、コラボのやつがね、コラボですね、コラボのラーメンがこれがおすすめなんですよ。つくばで、つくばのまずこれかあ、これちょっと先出ちゃった、先ごめんなさい、こっち違う、それだ違う、こっち。あれどれか、まあ、大丈夫です。これは、これは麺屋いろはさんですね。先じゃ、こちらご紹介します。あ、こちらですね。失礼しました。先ほども言っていただいた、ですね。これ富山ブラックって有名な。変わっちゃった、ごめんなさい。はい、富山ブラックの方行きましょうね。はい。富山ブラックで有名なんですが、今年なんとですね、中華の鉄人の陳建一さん。すごいですね。あれはどうしてそのコラボレーションになったんですか？そこは謎なんですけど、秘密の関係がやっぱり富山ブラックさんかなり有名なんで、そのコネクションだと思います。巨匠がしていただけるということで、これは非常に陳建一さんといえば、まあやっぱりこれ四川風味なんで辛いと思います。そうなんです。でも写真見た感じでもそんな感じですよね。でもすごいなんかこう食欲がそそるような感じで。美味しそう。これはもうぜひ、ここでしか食べられないんで、これは限定ラーメン。今回のつくばのラーメンフェスだけですか？それはちょっと情報超お得じゃないですか。ぜひ。去年も出ましたよね。去年も出たけど、今年はだいぶ味変わりますよね。楽しみ。ぜひぜひお願いします。そしてコラボがいろいろ多分一番最初から紹介した方がわかりやすいですよね。じゃあこちら、まずは茨城県のラーメン屋さんからですか？はい。こちらは勝龍さんと紀元門さん、2店舗ともつくばでももう有名店というか、もう人気店ですね。こちらのもう本当にラーメン好きには夢のようなコラボです。こちらのですね、こちら今ダブルスープ2人とこう店のダンススープだったりとか、あと麺もちょっと開発してもらってるんで、この場でしか食べられないすごいラーメンです。本当にもう地元で言うともう2つのラーメン店さんは有名なところなんで、つくばでに住んでるのは絶対食べたくなりますよね。コラボつくばの店だからっていうわけじゃなくて、ぜひつくばの店ならではの本当限定なんで、ぜひ食べてみてください。ぜひお願いします。こちらもコラボですか？こちらはコラボではないですけど、こちら限定ラーメンですね。限定ラーメン、これはつくばのお店じゃなくて、茨城の水戸のお店です。庄屋さんっていうお店なんですけど、こちらもですね、当日、ここでしか食べられないラーメンという形で、かなりこれトウモロコシだけを食べてる豚を使用してるっていう、チャーシュー、やっぱりチャーシュー美味しいですからね。チャーシュー美味しいですね。それでですね、これはじゃあ次がこちらですね。これはさっぱりしてみる。これもコラボになります。こちらはカワンさんは茨城でも小美玉市、はい、空港の近くですね。こちらとあと麺屋チョキさん、こちら土浦ですかね。土浦のお店になります。こちらのコラボになります。わあ、同じ県内でのコラボっていいですね。そうですね。でこちらは他のお店と違ってタンメン、ですね。こちらになるんで、タンメンってなかなか多分あんまりラーメンってないんですけど、でもすごい野菜もたっぷりなんで、特に女性の方なんかね、いいんじゃないかと思います。ヘルシーなこの名前の辛タンメンの辛はどういう意味なんですかね。辛の辛なんですかね。辛ですかね。辛ですか。かもしれません。どっちが好きなんですかね。チョキさん。でもチョキさん自慢のカラーペーストとかだったの。チョキさんが好きなんですよね。そこは当日ね。当日ぜひ皆さん聞いてみてください。もしかしたらトッピングがサービスになるわけ関係なくないか。店主さんにご相談ください。はい、じゃあお次こちらですね。お、出ました。出ました。テラッチョさんとカンナララーメン、テラッチョさんですね。先週ね、私も食べさせていただきました。すごい美味しかった。もう熱い社長さんで。社長さんが熱い。すごいです。でこちらはですね、もともとつくばにもあったんですけど、今牛久とあとアビコとかですね、千葉に。千葉にもありますね。多分茨城にも行ってあるんですけど。どちらだったかちょっとすみません外れてしまいました。そちらじゃ当日ね、そうですね。はい。それでこちらはもうやっぱり背脂がもう有名なんで、もうこちらもこってりしてまでも濃厚ですごい美味しいです。濃厚っていうねフレーズはね弱い。そうですね。ラーメンで濃厚は最高ですね。じゃあ次がこちらですね。次は清六屋さんですね。はい。こちらですね。こちらはつくばのラーメン店になります。こちらはですね、横浜家系の、やっぱりこっちもちょっとこってりなんですけど、ただコクもあってすごい美味しいラーメン。コメントのところがこちらは感謝貢献というすごくなんかいいですね。この社長さんも熱い方です。熱い感じが伝わってきますね。特に宮川のは地元の先輩なんですけど、地元の先輩なんで、なんかいいですね。もうこの時も感謝盛りっていうこう森があるんですけど、それは当日のお楽しみということで、そのメニューだけで熱い気がします。次ちょっと一回ですね、コメントをもう一回おさらいしてもいいですか？ですね、リカさんのお兄さんいつもお世話になっておりますというコメントがございます。そしてお疲れちゃんみよ久々だなとお帰りなさい。ありがとうございます。健太郎さんでしたね。そしてしんさんお兄ちゃん中和に寒暖の差が激しい厳しい激しいですね激しい日が続いておりますがお体にお気をつけてくださいというですね真面目キャラで来ましたね真面目キャラじゃないですか真面目でしかない人なんで真面目だそうですラーメン食べに来てくださいというじゃあ続いてまいりましょうかすいません後半戦でございますねはいこちら麺屋小五郎さんですねこちらもつくばのお店になりますこちらも紹介文でも書いてあるんですけど、卵、鶏ガラ、鶏肉を使った鶏尽くしのラーメンです。鶏尽くし、なんか鶏って珍しくないですか？でもない。鶏尽くしってのは珍しいですよね。鶏のね、スープ使ってもチャーシューがね、豚だったりとかってあるんで、でもすごいね、私も食べたことありますけど、美味しいです。でここでしか食べられないラーメンなんで、またそれも楽しみですね。そして次が。こちらははじめさんですね。はじめさん。はい。こちらもこれ鶏白湯のスープです。こちらも鶏ですね。塩味ですね。はい。さっぱりしてる。これもさっぱりして結構ね鶏白湯ってやっぱり女性の方にすごい人気あるんですよね。食べたい。ですからこちらってカップラーメンにもなってるこちらですね。すごい人気店さんなんでぜひ私も食べてみたいです。まだ食べたことないんでぜひ。まだまだいっぱいあるんですね。まだあります。大丈夫ですか？どんどん行きましょう。続きましてパイメンさんですね。パイメンさん。こちらでも店主の方、地元茨城出身なんでね、ひたちなか出身の方で、まあお店はちょっと東京の方だと思うんですけど、こちらはもうそうですね。これは鶏ガラを使ったもう本格的なまあ醤油ラーメンっていう形になるんですけど、豚骨醤油ラーメンなんでやっぱりコクがあって、でもあっさりして美味しい感じだと思います。すごく気になる。1日100キロ以上の豚骨、鶏が毎日17時間強火で炊き込むということは、いつ寝てるんでしょうかね。寝てないんですかね。寝てないのかもしれない。3日間寝れないかもしれない。ということでこちらね。続いてですか。ドミソ。ドミソさん。あ、おしゃれドミソって5000円になってる。入ってますね。音符入ってますもんね。すごい。こちらの名前はお名前通りの味噌のお店。味噌そうだよね。やっぱり動物系、魚介系のダブルスープなんで、結構これダブルスープって美味しいですよね。すごいです。ちょっと気になるワードが女子的には、はい。何ですか何ですか。麺は国産小麦2種類とあと、すごい。せーの、タピオカ。マジっすか。これぜひ食べてください。タピオカって練り込んでる？タピオカって何？麺に入ってたらすごいですよね。すごいですよね。うん、どうなってんだろう。弾力がありそうですね。あ、確かに気になりますね。これドミソですね。行こう。おすすめです。じゃあ次がこちらです。もうなんかインパクトが超ありますけども。ラーメン。これ純さんですね。で、これ新潟のラーメンなんですけど、椿三条ラーメンって結構ね地元有名なんですよね。で、そこのところで背脂とあと煮干しが特徴ということで、こちらもすごいね味わいがあると思います。もうこの店さんの力がもすごいです。すごいですよね。もう写真から伝わってくる味が伝わってくるような感じがします。美味しそうでございます。行きましょう。こちらですね。はい、次、麺屋そうさんですね。そうさん。こちらも全国的にはかなり有名なところですね。はい。塩ラーメンでも、結構ね、もうこの方ももう手広くやってらっしゃるところなんで、私も何回かやっぱりラーメンのイベントでお会いしてるんですけど、すごいやっぱり美味しい。日本一に輝いたって書いてありますね。塩ラーメン。また、チャーシューが備長炭で焼いてるっていうところ。こだわってますね。すごいです。いやー、同じラーメンでもすごいこんなになんか違う。で、次がこちらですね。先ほどこちらを紹介しましたので飛ばしちゃいますか。こちらですね。次は烈士純明さん。はい、うん、おしゃれ。こちらも信州に伝わる伝説の一杯っていう、昔から伝ってるものらしいんですけど、この黒胡椒で結構ねパンチの効いた感じの。あ、胡椒。前こちらのお店の福島で多分食べたことあるんですけど、やっぱりかなりパンチが効いてて、そういうパンチのっていうか好きな方は結構いいかもしれない。とだだっと紹介しちゃいましたけども、見てる方はね、なんか自分のお好みのね、絶対これ見ると絶対なんかあっこ行きたいってなりますね。どっかしらはありますよね。ですよね。うん、こんだけ店舗があったら。そうですよね。今ご紹介した写真はホームページにもねまた載ってるので、また見直していただいて、で当日もこれ載って同じものが載ってるパンフレットが配られるんで、ぜひそちらでご賞味いただければと思います。ホームページを見るとこの参加店舗さんのブログなんていうのも見れるようになってるので、予習をしてね行くとねより楽しめるんじゃないですか。味がまた一味二味変わるかもしれないですね。いやー、でございますけれども、でもなんかいくつかこれはもう食べたことがあります、これは食べたことがありますって言ってましたけど、お二人はラーメンどれぐらい好きなんですか？はい。じゃあ、丸初ですかそれ？なんかわかんない。三度の飯よりもラーメン食べるぞみんな。食べます。まあでも飯ですからね。いやでもどれぐらい好きですか？3食ラーメンでも大丈夫です。朝からでも。でも朝から行きます。朝ここ最近はもう一日何回ぐらいラーメン食べるんですか？最近はでもラーメンを控えようとイベント用に腹をすかして、去年もやった時にかなり毎日食べたらちょっとだいぶ成長しちゃったんで、今年はちょっと控えておきます。ラーメンフェスタに楽しみに。当日食べられるように。イベントでは全県制覇しますよね。まあ3日間あるとねいいですよね。1日食べられないかもしれない。1日では女の子はなかなか難しいよね。かなりの人数で来られれば多分ね、分けてシェアしていただければ食べられると思います。そうですね。全部でもう一回何店舗さんですか？13店舗です。じゃあ13人で行けばいいんだ。そうですね。でちょっとずつ回せばいいんですね。そしたらね、1人ラーメン8本ぐらい食べられます。13人でも大丈夫です。もうちょっとやり方あると思います。そうでしたね。まあそんなわけで店舗ですね。でも本当なんかコラボっていうのが珍しいですね。そこのつくばでしか食べれないっていうことでね、あれですよね。こう来てほしいお客様っていうのはこのつくば市だけじゃなくて、もう他方面から県内全域はもちろんね、県外からも来ていただけますもちろん。スペースですぐですからね。東京からも海外からでももうお待ちしてます。ユーストリーム。今全世界に発信されていますよ。英語で言わなくて大丈夫ですか？ユーストリーム。あそこじゃないですね。つくばラーメンフェスティバル。2013年。いや2013年言っちゃってるから。Welcome to つくば。つくば。I need you。だんだん変わってる方向で。じゃやめましょうか。やめましょう。止めてくれる人がいないんでね。はい。そうですね。じゃあね、止めお願いしたいですよね。それがラーメンの出店店舗で、ステージの方もタイムスケジュールの方もちょっとご紹介いただければ。決まったんですね。決まってるんですね。1日目12日、フェスタ全体通して10時から開始になります。はい、それで12日の最初にオープニングセレモニーがありまして、はい、ここでの目玉はつくば周辺の子どもたちによるマーチングバンド。おお、マーチングバンド。私やってましたよ、マーチングバンド。やってたんですか？やってましたよ。ダチューズデーです。ステージとステージの下広く使ってのマーチングバンドになりますので。開会式には実行委員長の挨拶なんかもあるんですか？もちろんあります。じゃあそれ目玉イベント。目玉ですね。何回書くかをちょっと確認しなくて。当たったらなんて聞いてるんですか？出ます。ラーメンですけど。ラーメンですけども。はい。その後がそうですね、出店しているところの紹介になりますね。13店舗のステージで流します。でお昼頃からエールさん。目玉ですね。アイドルエールさん。お写真出しちゃおうかな。そうですね。エールさん。可愛いですよ。エールさんと、あとは解決トロピカルマルさん。はい。まあ妹分的な妹分のグループさんですね。がこのステージを盛り上げてくれると思います。はい。そしてヒップホップダンスショー。めっちゃそうですけどどうしたんですか？ヒップホップダンスショー。これはどんなダンスショーなんですかね。これはヒップホップですね。これは何チームかでやるんですよね。10チーム前後で、去年もそうだったんですけど、大体1チーム5分ぐらいずつで踊っていただけます。なるほど。結構見てると面白いです。すごい本当に子供から大人まですごい幅広いんで、みんなで踊ってます。こんなに踊れるんだっていう。ちなみにお二人はダンスは？ダンスは。せーの。無理で、ああこっちか。はい、じゃあ当日ね、おしゃれなダンスも見える飛び込みでやります。お腹が揺れます。そして次がつくば未来のフラスタジオさん。フラダンス、フラダンスです。これです。そして次が水野美香さん。こちらがまゆさん、茨城で活動してらっしゃるシンガーの方ですね。そしてシンガーはるさんのステージがあって、最後トロピカルマルさんがもう一度で、初日の12日はで、次が13日ですね。13日真ん中、ここはいよいよですね、クロウェアさんが最初に、私でございます。オープニングをさせていただきますので、ああオープニングって言われるとちょっとあれですね、すごいプレッシャーですよね。小杉さん頑張ってもらいます。押し込んでいってラーメン盛り上がる。みんなにかかってますからね。盛り上がってくる桜が大事です。2日目はクロウェアさんにかかってる感じ。やめてください。で実行委員の方たちもみんなご協力いただけるとすごい信じております。盛り上げましょう。上に3日間で一番大きい声出してください。はい。そして赤プルさんの方出しましょうか。赤プルさん美人。いや美人。もう皆さんも茨城といえば大スターですからね。赤プルさん本当にみんな大好きです。この訛りがたまんないですね。はい。クロウェアと赤プルさんの共演ってことはクロウェアさんもお笑いに目覚める。あれもしかするとそうですね。姉さんって姫さん同じポーズを取ってってことです。いいだ。頑張ろう。あ、ちょっと皆さんそろそろ時間があれなんでスピードアップしてください。はい。はい。そして次またエールさんが出ていただいて、はい。この日はお昼ですね。お昼頃にアームレスリング大会をやります。レズモです。じゃあみんな参加型なのでみんなで参加しましょう。景品も出ます。はい。はい。そしてまたクロエアさんが出てもらって、エールさんが出て、最後東にひとみさん、トウギさん、はい、でが13日ですね。3日目がお昼からですね。お昼からエールさんがもう一度出ていただきます。3日連続で。そしてですね、すごいです。そしてフラダンス、またフラダンスをやります。そして次が DJ 工作さんと西田愛さんに出ていただきまして、次がベリーダンスですね。セクシーなのいいですか？セクシータイムでいいですか？大人の時間です。はい、大人の時間だそうです。お昼ですけど。そして天音みひろさん。はい。そして最後茨城のヒーローですね。茨城が。はい、茨城が来た。おお。これは楽しみだ。茨城が盛り上げてもらいますよ。いいですね。ステージがこういった感じの流れになってますね。はい。とかも目白押しですね。これ楽しみ。これはすごい、豪華ゲストが、特に黒ウェアが豪華ですね。もう一人出しとこう。そのアームレスリングの時にですね、この顔の濃い方が水耕さんなんですけども、皆さんから左側の黒いスーツの鈴研さんが一緒にアームレスリングを盛り上げてくださいますので、はい、こちらもお楽しみにということで。お楽しみにです。というわけで、はい。ちょっとですね、だいぶね、時間があれなんで、電光コマーシャルみたいになっちゃったんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですかね。まだ、切れました？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか？まあ、なんかいろんなところで告知もされてるんですか？そうですね。どこに行きました今まで？あれです、イバキラさん。お、イバキラさん。あとは、ラジオつくばさん。ラジオつくばさん。そして、あと、茨城放送さん。茨城放送さん。そんな素敵な情報局に行って宣伝しているにもかかわらず、このチャンミュ TV にも登場いただきました。もちろんですよ。じゃあですね、最後のコーナーも一緒にお付き合いいただきたいと思います。じゃあミカチュウ、はい、じゃあ火曜日なのでまるまるまんしをちょっと駆け足でやっちゃいますね。はい、熱湯コマーシャルです。はい、熱湯私結構今日頑張ったんですよ。じゃあ一発これで、はい、どーんでからの早い。今週末ですね、ラーメンフェスタとかぶってしまうんですけど、こちらが開催されます。あ、かぶんないわ、失礼しました。10月11日金曜日ですね、浅草の方で茨城地酒祭りというのが開催されます。で、今日の商品なんですけれども、チャンミュさん、お酒の方を。はい、本日の商品はじゃ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 ーん。はい、こちらの大福酒造さんのお酒なんですけども、筑西市にあります酒造所の方なんですけれども、飲んでいただいた方に福が来ることを願って作っておりますということですね。で、このご紹介しているものが季節のおすすめのお酒なんですけれども、ここの酒造所さんはですね、季節のものは写真が用意したんだけどないからいいやちょっと駆け足なのでね、こだわって作ってるということでだいぶかな、38分だしな。じゃあその地酒祭りも紹介してみましょうか。浅草の方で開催されてる地酒祭り、大福さんのお話もちょっと、もうちょっとした方がいいですかな、せっかくなのでね。じゃあ大福さんは大福さんのがないから商品の方見せとこう。大福さんはどこにある会社さんですか？筑西市でございます。はい、茨城県の筑西市です。大福酒造さん。店主の方のこだわりなんですけども、こちらのお酒、当社では10種類の酒造公的米と約7種類の酵母を使用しておりますということで、酒造公的米はですね、現地に出向いて契約栽培をしているものもあって、現在は日本全国のものを使用しているんですけども、これから地元のお米を今以上に増やしていきたいと思っているということですね。はい、よくできました。こんな感じでいいんですか？はい、そういうですね、大福酒造さんのお酒米吟醸ひよらおろしなんですけれども、本当はですね、皆さんにご支援いただきたかったんですけれども、本日ね、私たち皆さんドライバーということで、残念ながら香りだけ。香りだけ。香りが大事ですから。ああ、もうすでにいい香り、お米の。ああ、いい香り。ああ、飲みたくなりますね。はい、皆さん香りだけ。はい、どうぞ。伝わったかな。飲みたいな。お酒も飲みたいな。そうなんです。で、そんな大福酒造さん、ラーメン飲み物ですか。大福酒造さんも参加しております。茨城地酒祭りというのがその11月に開催されます。場所が花屋敷ですね。浅草の10月11日に花屋敷で開催されますね。関東一の酒造場、酒造チンをしてあげてください。酒造数ですね。酒造数を誇る茨城から28の酒造所の方がですね、浅草の花屋敷に集結いたします。で、飲み比べができまして、お気に入りのお酒もそこでゲットできますので。で、で、そうですね、こちらはですね、お酒だけでなく、美味しいご飯もありますね。今回はですね、北茨城観光協会のあんこうのどぶ汁を、笠間のいなり寿司の稲吉会の笠間のいなり寿司で、これはなんていうものかな、そばですね。そばのカチカチ秋そばですね。すいませんね。そしてつくばハムさんですね。お酒に合うと。で、去年はですね、600人以上の方が来場したんですけれども、20代から30代の若い女性も多く来場されたそうで、そうですね、参加者の約4割が女性だったっていうことなんですね。女性も日本酒を飲む。日本酒好きですよね。多分とか言って、私大好きで、日本酒。せーの、イエーイ。皆さん、あ、ごめん、私が撮っちゃう。委員長の私が撮ってしまいました。みんな丸でした。みんな丸ですね。ちょっとお時間ないので、この詳細につきましては11日の金曜日で夕方の6時半から20時半まで開催されます。で、入場券の方がですね、前売りの限定700枚。700名ですね、700名限定で4000円でチケットが販売されてますので、それをゲットしてから行きましょう。それたはい、ということで、まあ、あっという間の生放送でございました。ちょっとね、駆け足になってしまったのは否めないんですけれども、最後にもう一度今週末に迫りました、つくばラーメンフェスタ2013、10月の12、13、14の3日間、つくば市役所西側駐車場で開催します。ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。待ってまーす。はい、食べましょうよ、本当に。ラーメンいっぱいですからね。じゃあ最後、今日の感想、2週にあたっていかがでしたか、このチャンピオン TV。 楽しかったです。もうリベンジできました。やりましたです。ただ今日お酒飲めなかったのが残念です。お酒飲めなかったですね。じゃあ今度飲みましょう。どうでしたか？初めてで緊張しちゃって、めっちゃ汗かいてますよね。この狭いところめっちゃ汗かいてます。すみません、駆け足になっちゃって。いやいやいや、本当どうもありがとうございます。楽しかったです。じゃあチャンピオン TV を見てる皆さんに一言お願いします。つくばラーメンフェスタ、ぜひお待ちしておりますんで、ぜひお越しください。ありがとうございます。コメントを振り返って終わりにしたいと思います。ですね、すごいですよ。変わった英語が飛び交ってるって言われてました。I20 ですか。I20 とかですかね。そして工藤さん、3ステージにならないかなというふうに。いや、そこは依頼がありますけど大丈夫ですか。2ステージなんですけど、いろんなところに登場しても大丈夫です。わかりました。でですね、バックで美声が流れているっていう、この今流れてる曲が工藤さん。今流れてるのはつくばの歌なんですよ。お花ですからね。当日は CD は販売されてるんですか？してるんですか？わーい。皆さん、そちらもお買い求めください。お願いします。はい、ということで、あっという間の1時間の生放送でございましたけど、最後はですね、チャンピオン TV のスポンサー様をご紹介しましょう。こちらでやっちゃいます。こちらでやってしまいましょう。ではですね、一つ目の修行さんへ参りましょう。こちらです。はい。書の台所のシャンシャン達さん。はい。龍ヶ崎市松川館にございます。こちら牛久市神谷にあります書の台所レンコン屋さんですね。レンコン屋さんです。そしてお隣行きましょう。牛久市観光協会さん。はい。そしてこちら牛久駅前活発化実行委員会です。はい。ですね。多くの皆さんにね、ご協力いただいてこれじゃあ日々お送りしてます。ということで皆さん今日もありがとう牛久でございました。明日はですね、スポーツ情報満載の週刊スポーツありますので楽しみに。バイバイ。ありがとう牛久。みんなラーメン食べに来てください。この声がまだ入ってるんですね。先週もちょっとね。はい、じゃあ止めましょうね、ミカチュウ。どうやって止めるの？再生。声を消すのは右のスピーカーをオフにすればもう消えるよ。うん、違う。それはね、ここを消せば。